オレンダイロクオイオレンダイロクオイオレンダ PS-13 イロクオイは先進的な軍用ターボジェットエンジンである。アブロカナダグループの傘下のカナダの航空機用エンジン製造会社であるオレンダエンジンズによって開発された。CF-105 アロー迎撃機の開発中止に伴い開発は1959年に中止された。CF-105 アロー計画のために アブロカナダ社は、元は、ロールスロイス RB106、ブリストル B04 オリンパス、または、オリンパスのライセンス生産版である、カーチスライト J67 の異なる3形式のエンジンの中から1形式を使用する予定だった。RB106 と J67 は、新設計用のバックアップとして選択されたが、アローの設計段階で中止され、計画に、 オリンパスを選択することは到底条件に合わなかった。オレンダ社は即座に PS13 色くいの設計に着手した。色くいの設計は単純で軽量であることを基本とした。この方針により、オレンダ社は色くいの重量の20%にチタンを使用することにより先駆的な成果を上げた。チタンは軽量で高張力で高温に耐え、耐食性があった。 エンジンの重量はこれまでに使用されていた鋼を使用した場合よりも850ポンド軽量化されたと予想される。1950年代の初頭においてはこの素材は供給量が逼迫しており物理的特性の知識が未熟で加工技術の問題により開発は予算を超過した。同様に鋼やアルミニウムのような関連する一般的な素材と比較してとても高価だった。 チタンを使用したエンジン部品を設計できるか検討され、そのため支持構造体も同様にエンジンによる応力を減らすことにより軽量化が可能で全体の重量を抑えた。ギアボックスの筐体のような他の部品等はマグネシウム合金で製造された。インコネルは低圧タービンやエンジン後部の金属断熱ブランケットに使用された。この耐熱にケルクロム合金は高温でも 強度を維持でき、耐酸化性や耐食性を備えた。これらの先進的な合金を使用した第一の理由は、重量を抑えつつ、性能を高めることであり、エンジンの水力重量比は後、1で海面高度における、アフターバーナー未使用時の水力は19,250ポンドをもたらした。二軸式ターボジェットで縦断軸流式で、 高速アニュラ型燃焼器は32個の上流気化バーナーを備え、単弾高圧タービンと2段低圧タービンと60個のノズルを備えるアフターバーナーと完全モジュラー式コン、ディノズルを備えた。エンジン直径は42インチで、アフターバーナーが47インチだった。流量は420ポンズ、秒で圧縮比は8、1、燃料消費はアフターバーナーを使用しないときに、 約0.85で、アフターバーナー使用時に1.9だった。水力重量比を、1は1960年代以末に、水力重量比が約7、1の初期の F-15 と F-16 戦闘機のエンジンとして開発された、プラットホイットニー社の F-100 が登場するまでは、上回るエンジンはなかった。注意しなければならないのは、F-100 エンジンは、圧縮比が威よりも、 大幅に高いという点である。設計、開発、製造は、このような先進的なジェットエンジンであるにもかかわらず、オレンダ社のチームによって信じられないほど短期間で行われた。詳細設計は1954年5月に、完了し1954年12月には、試験運転に到達した。初期のオレンダ級は、より部品手数が多かったが、出力は低かった。 一例として、オレンダ級の重量は2560ポンドで、静止水力は6355ポンドで、一方のイロクオイは、重量は5900ポンド。だが報告によると離陸時のアフターバーナー使用時の、静止水力は3万ポンドである。イロクオイは、登場時、世界で最も強力なジェットエンジンで、水力は、アフターバーナーを未使用時にの水力は19250。 LBF で、アフターバーナー使用時には 25000LBF だった。空気力学的に最良の性能を発揮するのは、高度5万フィートで、マッハ2の速度の時である。風洞実験において、高温吸気時や、風洞の限界による、高度6万フィートの状態でのエンジンの運転は、成功することが実証された。1958年時点で、威力は5000時間を超える。 地上試験を完了しさらに数千時間オンタリオ州ノーベルのオレンダ社の試験施設でエンジンの構成要素の試験を行った。1956年にアメリカの B-47 がカナダ空軍に CF-105 で使用するためにイロクオイの飛行試験のために対応され、イロクオイは爆撃機の胴体後部の尾翼付近の右側面に備えられた。 そこに取り付けられた理由は単に他に取り付けられる場所がなかったからである。カナディアでは CL-52 として使用され、水力は非対称で操縦に大きな問題を生じた。アロー計画が中止され、B-47B、CL-52 の試験飛行時間は約35時間で、爆撃機はアメリカに返還され、間もなく解体された。 CL-52 は外国で運用された唯一の B-47 だった。高度7万フィートと大気速度マッハ2.3を含む7000時間の開発試験後、1958年2月20日に、アローと共に計画は中止されたオタワのカナダ航空宇宙博物館に、アロー RL206 の先端部と操縦席が主翼や、 胴体や完全な番号117イロクオイナス -2 エンジンと共に保管される。イロクオイナス -1 エンジンは、オンタリオ州ハミルトン近郊のマウントホープのカナダ大、戦記博物館に保管される。他のイロクオイナス -2 エンジンは、個人的な収集家が、ブリティッシュコロンビア州のフォートストリート、ジョンに保有する。二千十一年以降、番号 x 百十六のイロクオイエンジンが、 カナダの S&S タービンズで再組み立て中である、一般的特性構成要素性能出展、フライト、類似のエンジン。ありがとうございます。